喋るだけ。喋るだけ。雑談会。乗る気満々な感じの。いや、あれ疲れたな。なんか乗り物乗りたいな。乗り物乗りたい。いや、パッチ投げできる。あ、そうかな。パッチ投げできる。習得したもんね、このパッチの状態。魔法やけど。魔法やな。魔法使え。俺ら魔法使えるから。リザードやから。それ仮面ライダー。それ仮面ライダー。いや、魔法使え。いや、まあ魔法使えけど。それ仮面ライダー。お前、それで俺 NHK に叩かれて、NHK じゃないな、あれ。東方か。あれ東方？東方。何でもいいけど、俺もそこで。企業名が出てきすぎやから。まあ、いろいろピーってやるから、ピーいやあれかもしれないよ。あの提供来るかもしれない。提供方法から出し回った。名前リザードしてください。やばいよ。次の仮面ライダー A パッチに行こうと思ってるんですけどどうですか。あどうぞ使ってください。B パッチじゃ敵死んでバカしてくる。やがれんやん。A パッチにしたら敵死んでいく。そんなシーンあった。マスタング。そんなシーンあった。マスタング A パッチで炎の薬。電気やばいな。流れ知らんの。流れ読んだ。あの、なんで？あんな面白いの。これあれさ、787に乗りたい。向こうの787っていう。なんで？なんか炭素だけで。やっぱ7が2つついてる方がいい。今日77の何じゃん。あれちゃうかな。そう、77や。77や。今日。今日。今日777やろ。こっちの方がラッキー。意味が分からなくて。7が3つ。元カノの名前出すなんて。やめろって。いろいろ渋谷の名前も。いろいろ。じゃあこれ載せれんくなるけ。これ載せれんくなるけ。ほんまに、ほんまに。正面から見たらかっこいいな。かっこいいな。もう完全にロビーにいるよね。うん。完全にロビーにいるよ、ね。乗る気まんまやね。ロビーにいるよ、ね。でも俺ら指パッチンで。そうそう。見てるだけやから。そうそうそう。見てるだけ。指パッチンでバズる。そこをこうやって自撮りしながら歩いてる。見てるだけやから。あれを自撮りしながら歩いたりするよ。え？あれを自撮りしながら歩いてたりするよ。そんなことが好きだ。そんな邪道なことな。どうやらだって、ウィーパッチンで行くって言ってんのから。そうそうそう。もう言ってしまったよ。ウィーパッチン、それやっぱ破ったら何かしらやってくれるよ。そうや。ん？お？お？何かしらやってくれるよ。あ、じゃあ分かった。お前とオセロニアで勝負してる。買ったら俺が1万枚、俺に1万枚、1万だ。どっちにしろ俺が美味しい動画作れる。じゃあ宣言し、宣言。なんで宣言？もし指パッチンでもうセガまで行かずに飛行機で乗ったらオセロニアで勝ちますと。もう勝ちます。挑戦しますと。もし僕が負けたら、僕1年間やってるんですけど、もし僕が負けたら1万払う。で1回負けるごとに、え、俺が払う？当たり前やろ。なんで俺が見張りなしでやるのか。一回負けるごとにいくらがいい？一回負けるごとに5円ずつ100円な。5円にしよう。5円あ、じゃあいいよ。だからなんか5円チョコを1枚。違う、だから一回負けるごとに390円にしよう。え、どういうこと？何で390円？ビール1杯分や。そういうことか。ビール1杯分や。そういうことか。そうそう。あそこ、そこ生中600円やん。高すぎやろ。スーパーか。あんなやると思うすぎ。まあってことで、1回負けるごとに390円。うん。これに払う。もうインパッチンで移動すべきはいいんやけどね。そんなハメにはならんけど。裏インパッチンで行くの？え？裏インパッチンで行くの？行くんやな。そこで一緒に移ったりするな。せんせん。その歩くとこで、入り口まで繋がるとこで一緒にこれに移ったりするな。せんせん。自己紹介して大丈夫か？お皿ついてくれちゃう。お皿ついてそれ落ちるんだよ。ところでところで、ところで大阪駅で一旦切るで、一旦切るで。高松のお祭りの後です。後っていうか花火全然見んとこっち来て。どうも、はじめまして、伊藤春人の友達の清水です。清水太郎です。太郎でございます。みんな太郎っていう呼んでね。筋肉 YouTuber 目指してます。ちょっと見してよ。いや、今日は全然、今日は全然ダメな。そんなことある？今日だけダメとかある？いや、ほんとね、うん、あのまあ僕軽く自己紹介してさせてもらうとすると、スイカだけ食って終わりってあれやけど。ああそうよね。以前スイカの動画でちょっとね出たんですけど、まあ、スイカだけ食って終わりっていう紹介で終わったんですけど、
まあ、今日はちょっと高松祭りってことで、ちょっと浴衣も着てるしちょっとかっこいいかなっていうね、うん、もう歩き疲れたんですけどね、うんうん、まあ僕の軽く自己紹介すると、うん、伊藤くん の, あの兄貴分的な存在です。ちょっと言い過ぎやな、それは言い過ぎたな、まあ、あの兄貴分は言い過ぎやなね。皆さん、あの、うん、ぜひチャンネル登録と、まあ短いんですけど、うん、ちょくちょく出ると思うので、うん、まあ俺が香川帰るたびに出ると思うから、グッドボタンと、うん、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします、うん、なんかない、なんか、まあ、ね、まあ僕の方が有名になると思うんですけど、それは違うと思うで、俺は漫画家やから、え、俺漫画ぜひよろしくお願いします。あの、おいおい、おいおいね、おいおい、おいおい、ちょっと面白い動画を上げていこうと思うので、うん、俺が香川帰るか太郎が東京来るかっていう時に、うん、面白い動画上げようと思うけ、そうですよね、ちょっとね、ヤバい系のやつ上げよう、あの新宿系上げよう、あのね、ねねって何ねって何、まあまだまだチャンネル登録20人そこそこですけど、うん、そうですね、今からドカンと跳ね上がっていくと思うんで、はいはい、ぜひよろしくお願いします。跳ね上げようと思いますね。まあ暗いんですけど今日はこれぐらいで、うん、バイバイ、バイバイ、これだけの動画、バイバイ。浴衣とも思わない男、さよなら。もう疲れました。バイバイ。